どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。アブーキオブゴースト&ディスペア、幽霊と絶望の花束ということですね。で、説明文にお化けはいつも君を見ているよ、多分。何やら怖いことを書いてるんですけど、この画面まだ見ているやつがいるんですよ。ピクミンじゃね？もういいってそれ！いつまで使うのよ、そのネタ！大体ね、絶望ってなんだよ！これまで僕はドロールコースをして、さんさん絶望というものを見てきました。そんな罠に引っかかりまくり、喜んでて、ド M キングって言われてんだ！もう絶望なんて見させてくるの！やめてもらっていいですか？でもそんな僕をもっと見て。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.68%。 そういやさっきさ、トウモロコシご飯を作ってみたんですよ。で、出来たてを食べたいからさ、ジャーンの中のやつをすくって食べてみたんですよ。そしたら石のように硬いコーンがあって、なんだこれと思って生ゴミの方に出したんだよね。で、そのコーンをよく見ると僕の歯だった。これかぶんのか、むずくね、開幕トゲピャー。いや違うのよ、言い訳を聞いてほしい。普通のコーンでさ、黄色じゃん。でも僕が作ったやつってさ、マジで真っ白で歯の色とそっくりだったんだよね。だから気づかず生ゴミの方に投げ捨てるっていう。あー、こっち違うのね。はい、どうもこんにちは。だから今歯医者から帰ってきての実況なんだけど、その歯医者に行っても恥ずかしかったわ。なんで外れたんですかって言われた時に、コーンご飯を食べてしまったんですよ。いや、そんなバカだ。普通だったらさ、ガムとかハイチュウとかメントスで抜けるっていうことはよく聞くと思うんだけど、コーンご飯はなかなかないと思うな。もうしょうもねえ話はいいから集中していこう。この方が作るコースってね、僕めちゃめちゃ好きなんですよ。バグとかもなくて、ちゃんと面白いコースを作ってくれるんだよな、この豚野郎が。アメちゃん、僕にもうひどいことをしないで。ね、アメでもあげようか。アメ玉もらっちゃったね。そういや私、明日久留米にある神社に行ってくるんですよ。まあ毎年9月になったら行ってるわけなんですけどね。で、なんで行くかって言ったら、で、なんで言ってるかって言ったら、今年も YouTube をみんなと楽しくやれますようにって毎年お祈りしに行ってるんですよ。偉くないかな。僕を褒めてくれてもいいよ。なんでだよ。さっきから罠が雑談と噛み合いすぎて神動画みたいななってじゃん。これでジャンプ。さあ、このクリームを踏んでいいのか。一旦ジャンプしておこうか。特に何もない。まあ隠しブロックがあったけど、このクリームを踏むことはできないんだな。じゃあ下から行く以外にありませんよ。と上から行ったらどうなるか気になるところですけど、おめえは成仏しとけ。ごめんみんな、これ上気になるから行ってみてもいい？今後の勉強のためにも行った方がいいと思うんだよな。隠しブロックがある。このブルパはもしかして当たるってか。もう覚えたもんね。今日の僕うざくないかな。あっぴゃー。ついつい左ダッシュした勢いで入ってしまったぜ。ならここを叩けてか。邪魔まみや。そういや最近ね、罠に引っかかった時の反応が早すぎるっていうコメントがあったんだけど、いや正直ね、これを 3,4 年やってみて、マジでめちゃめちゃ反応速度速くなるから、てか慣れてくるんだろうなきっと。じゃあ次罠に引っかかった時、1秒以内に反応してみせるわ。1秒以内遅いか、 0.3 秒以内には反応してみせるわ。ちょっと見てて、集中するから。もう帰れお前。冗談じゃん、今のはわざとですよ。そういうネタですよ、ネタで。みんな分かって、わざとやったっていうことをさ。動かバネが出てきて、次はめちゃめちゃ早く反応してみせるよ。絶対上に隠しブロックがある。貴様、うん、本当にあった。ならどうすりゃいいんだろうな、ここチビになっていけみたいな感じ。それともしゃがんだまんま右を進歩してみようか。あ、これで入れるのか。さあそろそろ中間ポイントをくれ、この中間。お前何なんだよさっきから、このデキの方が。今日テレサが多いコースなのかなって思っちゃったけど、砲台が多いよな。うっせぇ。こっちから行けてか。うわ、これしかもチビにならないといけない。いや、もう一旦さ、先見ておく。いや、ここでやられてもいいんだけど、一旦先見ておこうか。ここまで来たんならさ、30コインはとっても意味がない、取れるっていうことが分かった。だがそんなことはどうでもいい。僕は中間を取らずにこの先進んでみせますよ。何もしないでいい、そうだろう。本当に何もしないでよかった。もしかしてこのまま中間ポイント2まで行っちゃいま。迎えに来たよジュリエット。なぜ君はいつも僕のことを見放すんだ。でもそんな君も素敵さ、マリオ色に染めてやろうじゃないか、ジュリエット。いや待ってよ、これ M じゃない。W
中になってないか。ジュリエット、ワリオの方に、もしくはワルルイージの方に浮気したっていうのかい、ジュリエット。そんなことしないでくれよ。次こそ僕色にマリオ色に染めてやるからだ。さあここでフラワーを取りの、どこでチビになればいいんだろうな。左上の針に当たればよかったのか。ここでチビになれば上の方に進めるというわけですね。さあチビになっていこうか。今度は何か罠変わってるとかないよな。キノコなくしたら罠変わってるパターン結構あるもんな。さあ扉に入りましたよと。リンク、そっさなくちゃうか。お前じゃねえんだよ。あれお前てかさっき喋ってたことを思い出したんだけど、何喋ってんだろうな。歯と一緒に頭のネジも抜けたんじゃない。あ、忘れた。さすがにもう変わってないでしょ。いやでもわかんねえな。ちょっと警戒していこうか。まあ警戒してっても罠に引っかかるもんは引っかかるんですけどね。でここでブラパが出てきたからすぐ右に行く。でこいつは、あ、鉄球なのか。で何このブーブーはさ、あそこで踊って、え、それをかぶらなくちゃいけなかったのかな。ブーブー、こいつでやられてくれ。俺かよ。ここで待機で、そうするとトゲピーが降ってくる。大丈夫だね、びっくりしたけど。そしてあのドアの先まで一気に駆け抜けちゃうよ。そんな罠に引っかかるかよ。一瞬ちと思ったけど大丈夫、全然大丈夫。ならここはどうやってかわすの。別の場所連れて行かれちまった。出た出た、そういうのもういいって。そのつらら当たらないんだろ、分かってんだよそんなことは。じゃあ誰がやってくれんのなあ。全然予想できないんだけど。いやでも当ててみせるよ。ベンベンか。違う、絶対違う。クッパだ、僕はクッパだとかけたね。絶対当ててみせるよ。いやこの中にガキの方じゃねえんだよ。まあ半分当てたね。決めた、今度から死に劇場が来たら何が来るか当てるゲームしない。そうやって死に劇場をね、ゲーム感覚で楽しんでいきたいと思いますよ。ここの10コインは行こうかな。どうしようかな、行ってみようか。多分お、合ってんじゃない。ほらららららアメリカ行ってきます。あんな瞬時に出てきたらさ、 USA キノコが出てくるって分かっててもガリガリの方行っちゃうよな。さあドアに入ろうか。多分 USA いるんじゃない。やっぱりね。でチビになりの中間はまだか。あのボム兵の先ありそうな気するけどね。じゃあここはまず叩いておく。あの息アップ、何がしてくれんのか。来た、何やってんじゃまれ。しかしこの辺めちゃめちゃ罠回避したよな。多分結構ここ罠があると思うんだよね。左の方にいろいろあるからさ。じゃあ右の方に置いておきます。ですぐ右に行っちゃおうか。スネブロ、何がしてくるか。すぐ右に行く、絶対合ってるよ。雪見大福。まず下に降りる。で左上の方まで隠れておこうか。そうすると雪見大福がどっか行けよ。2回引っかかればもうこちらもんだもんね。右ダッシュしておく。そうすれば大丈夫なんだ。でかのんじゃじゃなくて毒じゃな。中間1から中間2まで長くないですか。もうそろそろジュリエットと出会いたい頃なんですけどね。この玉に乗っていこうか。特に意味はないんだけどね。いった乗ったゆんちゃん。でかでかでかデカはもういい、ドアに入ろう。デカデカいらなかったんじゃない。多分こっちで合ってるっていうかゴール、これ絶対ゴールできるよね。多分右ダッシュでいいと思うんだけど、あのバーナーの裏に土管を隠してんの分かってんだ。シャいやこのコース中間になかったんだね。てっきりもう少し長いもんだと思ってた。まあそれでもすげえ楽しいコースをありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、クイックネステスト、速さテストっていうことですかね。まあよくある反射神経コースだと思います。ただね、こういうコースでこんなにクリア率が低いコースっていうのはなかなかないんですよ。だいたい 2% ちょいが多いんだけど、これはすごく反射神経を求められるシビアなコースなんだろうな。すげえ楽しみじゃんか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.53%。 まあこういうコースって覚えゲーなんだよな。次どこに行くかさえ分かっていれば簡単にクリアできるっていうもんですよ。さあ始まった。まず右にダッシュすればいいのかな。まあここはそんなに難しくはない。この下手くそ、先が思いやられるってこんなんだったらさ。いやここは本当にそんなに難しくないはず。ちょっとつまずいてしまったんだよな。さあ次はどうだ。右ダッシュすればいいのか。このバネに当たらないように。俺反射神経関係ありますか。言い訳すんだ。バネに当たらないようにとかさ、俺見てればいけるのかな簡単に。うん、じゃんじゃん簡単にいけるじゃん。ああ
本当に反射神経なんて求められてない。こんなのあんな一瞬でいけるわけねえじゃん。ここは左を審判、そうそうそう、反射神経コースっていうのはこういうもんだよな。さあドアに入っていきます。こんくらいの難易度がちょうどいい。うん、何ここ、このピンクコインを全部集めれてか。これ絶対もう間に合わないでしょ。ていうかさ、これどういう順番がいいんだろうな。順番がきっとあるはず。結構いいペースなんじゃない。ここで上、もう絶対ダメ、これ絶対ダメ。意外といけるか。意外と時間に余裕がないじゃねえか。まず左の3枚取ろうか。で右上のピンクコインを取りの右のピンクコインを取る。それで間に合うと思うし、それ以外ないと思うんだよな。いや、ここでまず上に行った方がいいのか。で左下取る。いやこれ遅い遅い。間に合うか、頼む、間に合って。ここでドワッ。さあ次は何だ、わかるか。いや今のはひどい。こんなの一発でわからない人はいんの？絶対いないでしょ。で次はここはすぐ上に行けばいいのね。なんでよ、こんなの騙しコースじゃん。隠しブロックがあったり針があったりよ。これどうやって進むんだろうな。え、この針乗れるみたいな、意味わからんて。左がダメなら右行ってみようか。こっちで、このドア入れるような予感しねえんだけどな。行ってみる。あ、こっち行けんじゃん。え、なに左。もう完全に騙しコース、こんなの。よいしょよいしょ、俺を舐めるな、舐めるな、舐めるな。わかってればもうこっちのもんなんだよ。ゴー。うるさいって、いちいち騒がしいんだよお前は。まあトロールみたいな反射神経コースだったけど、それもそれですげえ楽しかったですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、幅3マス。サムネを見る感じ、幅3マスの落とし穴が均等に設置されてあって、その中で1マスしかない隙間をどんどん渡っていけっていう感じのコースですね。やっぱ違うんでしょうかな。今ガチでそう思っちゃった。いやダメだよな、一発名人たるものこんくらいでくじけちゃいけませんよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.03%。 説明文を見た感じ10秒しかないっていうことは分かってる。ただこれがどんだけ長いかなんだよな。走っていけとかだったらめっちゃむずそうじゃない。さあ始まった。まず左何かないか調べておこうか。やっぱりないよな。じゃあこれは歩いていけばいいの。もちろん未来しか見えない。そうなると思ったよ。いやそうなると思ったよっていうか、そうなる以外にやられ方がないじゃんか。これむずいって、この一マスの隙間を。あ、これどういくのが一番いいんだろうな。やっぱりダッシュボタンを押さずにジャンプ。きたきたきた。マリオをリズムよく動かせばいけるっていうことが分かった。ジャンプ右左ジャンプ右左ジャンプ。最速が4秒ってのが分からんのよ。走ってここにジャンプするじゃん。そしたら勢いで右まで渡れるとかそんなんないかな。こっから行ける夢みんな。ちゃんと歩きながらジャンプしてどんどん先に。これほんとうざいのよ。マジでやってみてほしい。簡単そうに見えるでしょ、この隙間に入っていくっていうのがさ。でもそれはね、僕が下手なだけさ。もう黙れって、こういうコースはね早くクリアしないと文句言われちゃうんだからさ。引っ張りすぎみたいな。でも分かってくださいよ、実況っていうのもねストーリーがあるんですよ。でもねガチでコツを掴んできた。こっから歩いてジャンプしてコーナーブーストをかけるじゃん。そしたら行きやすくなるんだよね。ならかけろ。今失敗したけど見ててくださいよ、多分それが一番行きやすい方法だと思うね。いやいいんじゃない、これは攻略を見つけてしまいました。焦るな、残り1秒もあるんだ。こかー、やったー。さ、俺に通れねえ隙間なんてこの世に存在しねえぜ。いやすげえシビアだったけど本当に楽しいコースでした。こういうコースなんでか結構好きなんだよな。どうもご視聴ありがとうございました。